はい、ということで錦の工房です。覚えたてのコートをちょっと弾いてみましたが、はい、今回は一番皆様のコメントの要望が多かった道具の紹介動画ということで始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、僕の動画とかツイートからね、作品を知ってくださった方が多くいらっしゃったみたいで、コメントにも道具紹介の方をしてほしいっていうコメントが結構あったのでね、それにまずいち早く要望に応えていけたらなと思いました。はい、でね、シャドーボックスの作り方知りたいって人も多分たくさんいると思いますので、でシャドーボックスっていうよりかは、まあカード加工ですねに、何が必要なのかっていうことなんですが、簡単です、全部実は100均で揃います。道具は全部そう、ちょっとねちゃんとしたやつだと値段500円とかしちゃうんですけど、このやつだとね、実は全部100均で揃えちゃいます。うん、もうダイソー行けば全部、手に入ります。さあ、まず必要なのがカッターマット。僕最初ね、新聞紙とかで代用しててやってたんですけど、カッターマット、これも100均で売ってます。次、切るために必要な道具、デザインナイフ。そう、カッターとかあるじゃないですか。カッターもたまに使うんですけど、これだとね刃がガタガタして安定しないんですね。だからカードを切るにはちょっと向いてないです、これは。ということで、デザインナイフというものが、これもダイソーに売ってます。これを必ず使いましょうね。会話タイプのものは、会話ないタイプもあります。デザインナイフ、これが主流になります。次、水性の黒ペン。これね、断面を塗るのにね必須なんですよ。ちょっと作品で見てみましょうか。これね、全部内側黒く塗ってるんですよ、こういうのって。そう、なんでかっていうと、カードの断面って、切った後の断面ってめくれ上がって白い断面が見えちゃって汚くなるんですね。それを隠すための、これ重要です。うまいか下手かの境目になります。これがあるのとない、あるのとないのでは。黒ペン、ちょっと道具置いとこうか。カッターマット、黒ペン、デザインナイフ。はい、次、カードとカードのパーツを接着するのに必要な、木工用ボンド。攻めたい、木工用ボンド、これも重要です。速乾の方がねおすすめですので、すぐ乾くので。さあ、次、カードのめくれを直すための、まあヘラというかモデラーというか、先のねこういう曲がったくねんとした道具と、先の丸いまん丸なんですよ、先が。こういう道具を使ってカードのね断面を慣らしていくっていう作業が、めくれ上がった断面を慣らしていくっていう作業が必要になります。そのためのモデラーというものになりますが、モデラーというか鉄筆かな、鉄筆で Amazon でとかで検索してもらえると多分ヒットするので、これがねちょっと100均では売ってないんだけどね、これはあると結構便利ですね。で、スプーンとかでも代用できます。スプーンとかはもう100均でも売ってますので、先の丸い道具、こういうのもありますけどね。はい、1、2、3、4、5種類、たったこれだけで立体カード作れちゃいます。で、いろんな人の道具の紹介で言ってるんですけども、僕はちょっとこれをね、まあ初心者に向けに結構おすすめしたいのですよね。これスポンジ状の両面テープです。うん、これね厚み出すのに便利なんですよ。その最初この道具だけで作ってみると全然厚みが出ないっていう風によく言われることが多くて、でですね、最初のうちは
もうガンガン厚み出しちゃってもいいんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、最初のうちはもうガンガン厚み出しちゃっていきましょうということで、初心者にはちょっともうスペーサーって言うんですけど、中に詰めるもの、これをね、何でもいいです。プラスチックのプラ板だったりプラ棒だったり、なんかプラモデルのねつなぎのなんかのパーツも使ってたりする人もいるし、なんだっけな、ああそうだ、スチレンボードとか使ってる人もいます。これはね本当に人それぞれですが、僕がいつも使ってるのはこのスポンジ状の両面テープ1ミリかなやつを使ってます。はい、たったこれだけでございます。転がってっちゃうなはい、曲げるとかいったテクニックがございますが、それはまた今度、まあ、それは必須じゃないので、うん、パーツをねレイヤー状に重ねてっていう作業ができれば、それはもうシャドーボックスだったりするので、そう、最低限必要な道具はたったこれだけなんですね。デザインナイフ、水性の黒ペンで、ペンは必ず水性を使ってください。なんでかっていうと、油性だと断面が強くにじんじゃうんですね。なので水性を必ず使うようにしてください。というのも、そうだね、水性のペンといってもまあいろんな種類がございます。一番おすすめなのがね筆ペンなんですけど、筆ペンのその水っぽさだったり、いろんなその筆ペンの種類によってカードゲームの、カードのね断面に染みやすいもの、染みにくいものっていうのも差が出てくるので、ここは結構差が出てきてしまうので、いろんな水性ペンをちょっと試してみる方がいいと思います。でまあこれはあれに外れはないよっていうのが、このガンダムマーカーリアルタッチマーカーグレーというやつですね。これがまあ外れはないかなという感じでございます。と両面テープ、そしてポント、そして最後にカッターマット、これだけでシャドーボックスを作る道具は揃います。はい、はい、とまあこんな感じで最低限シャドーボックスを作るのに必要な道具として紹介しました。この 1,2,3,4,5,6 点、この6点だけで、まあほとんど100均で揃えちゃう道具で、実はショートボックスが作れちゃうんですよ。すごいですよね、本当に。はい、さあとまあ一番最初の、まあ、遊戯王で言えばスターターキットみたいな感じですよ。あのちゃんとこれを3セット揃えなきゃできないってことはないですからねこの1セットでできますから。ので、はい、そんな感じでまあスターターキット的な感じでこの6種類を紹介しましたという動画です。さあここからは、まあ、僕が使っている道具の全部を、ね、ご紹介していこうかなと思います。初心者向けの必要な道具としての動画はこれで終了になりますので、まあ、閉じていただいても大丈夫ですね。もしよかったら作ってみてください。